相変わらず大雑把な戦いぶりですね、公さんが。はですが、それが公将軍の恐ろしいところです。となると五慶さんはあちらの丘の方が見晴らしが良さそうですね。そう思いませんか、と。は、間違いありません。しかし殿、許可なく戦に加わるのは罪になります。残念ですが、我々が足を踏み入れられるのはここまでです。誰も戦に加わるとは言ってませんよ。私はただあの丘に登りたいと思っただけです。途中邪魔なものは排除いたしますが。さすが殿、完璧な言い訳です。